2018年3月19日16時34分ヒップホップユニット、ヒルクライムで DJ 活として活動し、大麻取締法違反、所持の罪に問われた斉藤桂浩被告、38/新潟市/2、静岡地裁は19日、懲役8月、執行猶予3年、求刑懲役8月、の判決を言い渡した。杉田薫裁判官は、所持量は約 8g と多く悪質。多い時には週4回程度使用しており、依存性の高さも伺われる、と指摘。一方で、親族が監督を制約し、本人も反省している、と執行猶予をつけた理由を述べた。斉藤被告は初公判で起訴内容を認め、米国に行った際、現地のミュージシャンが大麻を使うのを見て真似をし始めた。良い楽曲を作れると思った、と供述していた。判決によると、斉藤被告は2017年12月1日、新潟市中央区の当時の自宅で大麻を含む植物片約0から5g を、同区の自身が経営する会社事務所で同様の植物片約7から5g をそれぞれ所持した。今、あなたにおすすめ。